それでは今日のコーナー参りましょう。お茶の間エクササイズ S。 福島市にありますフィットネスジム DNA のインストラクター渡辺先生がお家で運動不足を解消できるメニュー紹介してくれます。はい、皆さんこんにちは、フィットネスジム DNA の渡辺でございます。よろしくお願いします。下半身のエクササイズで今日はお尻です。お尻のエクササイズを紹介します、ね、美尻です。でお尻の筋肉を鍛えると、まあ、なかなか出す機会はそうそうないですけどね、お尻のトレーニングの効果はまずシルエットですね。お尻の位置が高くなります。私非常にケツには、定評があります、はい、美尻になります。であともう一つは腰痛のこれ予防改善になるんですね。で一般的な腰痛って結構お尻のこりとかお尻の筋力低下が原因で起こるという方が結構いらっしゃるそうです、はい、なのでシェイプアップだけではなくてスタイルアップ、あとは、腰痛の改善予防ですね。これに効果あります。でやる内容は足を前と後ろに、まあそうですね、左右の膝ついた時に90度よりちょっと深くなるぐらい前後に広げていただいて、で体を少し倒します。で前足のできればちょっとかかと側に重心をかけてみてください。感度のいい方はもうこの姿勢を作った時にこの辺に、あ、なんか力入ってるなっていう感じが得られるはずです。でここから深さは浅めで OK です。体の角度を保ったまま前に体を倒すというか沈んで起き上がって、これ起き上がった時に上半身を起こしてしまうとこれちょっと負荷抜けやすいですから、なるべく前傾を保ったまま前の膝と自分の水落ちを近づけるようなイメージで上下に動いていただく、はい、でこれがランジという動きなんですけれども、スクワットとなんか似てますよね。ただスクワットは、まあ、上半身多少倒しますけれども両足一緒に行ってました。ただこのランジは前足と後ろ足に片足ずつになりますのでちょっと運動強度ちょっと高くなります、はい、でもう一つは膝の曲がり角よりも股関節の曲がり角の方が沈んだ時に深くなります。ここですね、ここが深くなりますからお尻により負荷がかかりやすくなると、はい、なので、まあ、ももも使えますけれどもお尻に特化したエクササイズということになるんです、はい、ではですね一回やってみましょう、はい、今私左足前にして結構もう左のケツプルプルしてますから足入れ替えてですね、はい、で、前足は膝つま先、まあ、正面ですけどもちょっと若干膝つま先気持ち外にしていただいても OK です、はい、で重心を前足のかかと側に乗せていただいて体は少し前傾、はい、では10回やってみましょう。呼吸はスクワットと同じです。大きく息を吸って沈んで立ち上がった時に吐く、1、2、3、前足の重心はかかと側、4、5、6、7、8、9、10でやると前に出した方のお尻ですね、まあ、ももも多少使いますけれどもお尻に非常にこう使用感が張ってる感じが得られると思います、はい、でお尻の機能っていうのは今お話した通り股関節を曲げたところから伸ばすときに使いますね。日常生活だと走るとき、床を蹴るときですね、あとは階段を上るとき、ね、坂道を上るときとか駆け上がるとき、あとはこういうスキップとかホップ動作でよく使われます、ね、あんまりそういう動作って日常生活で少なくなってきますよね。なので意識的に使ってあげると非常にお尻の形スタイルも変わりますし、あとは腰の痛みなんかも少し軽減、解消、まあ、予防にもなりますのでおすすめです。ただ結構きついですよね。きついですね。スクワットも結構きついっていう思ってる方多いです。バーンあります、はい、スクワットと同じですね。前後に足を広げていただいたらもちろんこれ体前傾しますので支えがあった方がよっぽどやりやすいと思います。でこの状態で同じです。前に出した方の足の
ややかかと側に、まあ、つま先上がらない程度ですね、ややかかと側に重心をかけて体の角度を保ったまま沈んで起きる。呼吸も吸って吐くという動作を行ってあげると、まあ、姿勢も安定しますし、あとはお尻単体ではなくて手のサポート、安心感も安定感も少し、増えますから、初めてやれる方、ちょっときついのは苦手だという方はぜひ支えながらですねやってみてください。はい、間もなく暖かくなっています。もう夏前ですね、夏の手前ですから、厚着のシーズンはもうおしまいです、ね、いつでも薄着になれるように、はい、エクササイズをしてみてください。はい、綺麗なお尻のラインを作るにはなかなか時間がかかるようです。まあ冬に入ったばかりですけれども、春夏に向けて今から地道にトレーニングしていきましょう。過去動画に関しては YouTube DNA 公式チャンネルにもアップされているので、ぜひご活用ください。さあ続いては有事の時間です。季節の景色を切り取る四季カメラ、今日は復興を願う富岡町夜の森地区イルミネーションです。先週とはまた違う表情をご覧ください。3、2、1、どうぞ。人が少ない町なんですけど、町だったんですけど、やっぱりね、こうやってたくさんの人に来てもらって、笑顔の多いね、富岡町になってもらいたいですね。